さん、電報ライフさんの前をお借りいたしましてね、どうぞこちら側向きにお話をさせていただきますので、信号を渡ってきていただいて、そしてこちらの方でですね、電報団地の方でお聞きいただけるとありがたいんですけれども、よろしくお願いを申し上げます。道路挟んで話しますとですね、ちょっとなかなか皆様にも伝わりにくいので、この姿勢でこちら向きにお話をさせていただきますので、どうかお手数ですけども、どうかこちらの方に、連邦の団地の方に来ていただければありがたいかなと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。そしてまたあと質疑も受け付けさせていただきますのでですね、どうかよろしくお願いをしたいと思います。私は市会議員の大内啓司でございます。平素より本当に温かいご支援をいただいておりますことを感謝申し上げます。ありがとうございます。で、今回の住民投票11月1日ですけれども、今回は公明党さんも賛成ということでですね、その意思をね表明していただきました。そしてありがたい限りでございます。それはこの10年間のですね、大阪維新の市政府政の取り組み、そしてその都構想の中身をですね、十二分に研究された結果ですね、公明党さんもそのような結論を出されたんだと思いますね。で、私たちはこの10年間でですね、知事市長ががっちりと手を握ってですね、実質的に二重行政をなくすと、バーチャル都構想と言いますけどね、二重行政をなくすことによってこの大阪を変えてきました。多分皆さん方も大阪は変わったな、10年前と比べて大阪は変わったなということは実感していただいているんじゃないかと思います。10年前私も平松さんの時代思い出しますけどもね、大阪市は破綻寸前にまで陥りました。その頃から二重行政をなくしてですね、皆さんのお手元に大阪市の作ったこの都構想の説明のパンフレットありますけどね、そこに書かれておりますけどもですね、この二重行政をなくすことによって2010年から2018年までの8年間でですね、1970億円の税金の無駄遣いをなくしてきたと書いてありますね。これは大阪市の財政局がですね、計算した出てきた数字がそうなんです。2010年から18年までの8年間でですね、なんと節約したお金、いや二重行政の無駄を省いたお金って言うんですけど、必要なお金は使うんですけども、二重行政の無駄を省いた額が1977億円書いてあります。これ協定書を開設した大阪市のパンフレットにね、書いてありますのでね、見ていただきたいと思います。そして、節約しただけではなくしてですね、大阪が変わってきたということは大阪が成長してきたということ、これも実感している皆さん方も多いかと思うんですけどもですね、これもね、例えば大阪が成長すれば税金が増えますよね。大阪府の税金、大阪市の税金が増えます。これがですね、なんと例えば大阪府の税金で法人事業税というのと法人市民税というのがありますね。法人府民税というんですかな、この2つだけでもですね、10年前の2010年から比べますとね、今は1700億円税収がアップしてるんです。税収がアップしてるんです。
この8年間でですね、その法人不民税、そして、法人事業税、この2つの税金だけでそれだけ大阪府も税金が増えてるんです。トータルとしては3400億円ぐらい増えてるんですね。税収が増えてきました。増えてきました。そして大阪市の方はどうかと言いますとね、大阪市も税金の中にね、法人市民税というのがあるんです。法人市民税、この法人市民税が2010年と比べますとね、300億円増えてるんです。300億円で、大阪市もトータルの税収としては600億円ぐらい増えてるんですよ、2010年と比べますと。これね、まあ、皆さんの財政局が示した数字ですから、大阪市のそれが皆様方にお示ししたパンフレット、個別でね、大阪市内の全家庭にですね、1冊ずつこんな分厚い、40、50ページのあれが配られております。それ見ていただいたら都構想の仕組みも分かるんですけどね、過去の10年間でですね、どれだけ変わってきたかということが書かれています。だから約2000億円のこの二重行政による税金の無駄遣いをなくしてきたということ、そして成長によって大阪府だけでもですね、法人税だけでも1700億円、大阪市も300億円増えてきたということなんですよね。で、そのお金があるからですね、お金があるから大阪においてはですね、市民サービスというのを拡充することができたんですよね。今回皆さん、給食費も無償にありますからね、給食費もね、1年間で70億ぐらいかかるんですね。膨大なお金かかるんです。だけどこれはもう無償化、令和2年度から無償化しましたですね。まあ、幼稚園のね、授業料、それから保育所の、ね、そういうのもそうですね、費用もそうです、無償化しますのでね。あ、もうそろそろ、あ、代表来られましたので、すいません、すいません、一つ代表から直接話を聞いていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。すいません。皆さんこんにちは、維新の会代表の松井一郎です。まあ、いよいよ11月1日、皆さん方に大阪の未来を決める大阪の行政の形、未来に向けてどういう形を作っていくのか判断をいただくことになります。告示が過ぎまして1週間ほど経過をいたしました。その1週間の経過の中で、まあ、我々もこうしてね、あちらこちらで説明会やらせていただいてるんですけれども、まだまだよくわからない、ちょっと不安、それからちょっと混乱している、このようなご意見が非常に多いんです。で、反対派の皆さんはね、こう言うんです。わからんかったら反対しましょう、こんな無責任な話はありません、政治家なんだから。我々はわからなければ説明しますというスタンスで今この選挙、住民投票を戦っているところなんです。で、後ほど皆さん方が不安に思うこと、わからないこと、直接僕がお答えをさせていただきます。今その質問のパネルあります。このちょっと、一通り説明してさせていただいた後で、我々の、まあ、仲間スタッフの方から皆さん方に質問ある方ということでお伺いしますんで、もし質問ある方、今から用意をしておいてください。で、大阪都構想というのは難しい話じゃありません。単純な話なんです。単純な話、これは大阪都構想の意義と意味っていうのは2つあります。1つは二重行政で一番損をしているのが大阪市民の皆さんです。二重行政というのは何か、大きなすることをする仕事、大きなすることをする仕事の権限が大阪府と大阪市、それぞれに権限を持つもんですから、それぞれが間違った形で都市開発をしたり、それからさまざまな、大きな組織を持ったりすることで、皆さんの税金がこれは無駄に使われていますよ、その無駄が橋本さん、平松さんの時まで続いていましたよ、今は僕と吉村さん、
で2011年から橋本さんと僕で吉村さん、この3人の人間関係、これによって二重行政の無駄は抑えております。でも人が変わればまた無駄遣いが発生するんです。余分な経費がかかるんです。こういうことをもう二度とないようにするためには制度として大きな仕事をする大阪府と皆さんの身近な仕事をする特別区に明確に仕事の役割分担をしましょうよ。大阪府と大阪市が対立するのは大きな仕事の部分で対立をするんです。どちらとも大きな仕事をするもんですから、大阪府と大阪市、まあ無駄な、まあもうしょうもないメンツプライドの張り合いで、それぞれが大きな開発事業を手掛けて、大阪市は南港にビルを建てる、大阪府は関空の臨空タウンにビルを建てる。あの頃このビルの建てた目的は西日本一高いビルをどちらが建てるかということで無駄な争いをしたわけです。結局両方のビル256メーター、そして256.1メーター、最後は大阪府が10センチのアンテナを立てて自分たちが一番高い高いとバカな自慢をしてたわけです。でこのビル2つとも、まあそもそもこんな箱物を作るというのが大失敗なんですけど、このビル2つともテナントが入らずに破綻をいたしました。ビル事業につぎ込まれた皆さんの税金、このビル2つで2000億です。2000億円がパーになってますよ。これ言うと反対派の皆さんはそれは行政の、まあ、政策の失敗じゃないかと言うんです。でも同じ政策の失敗だとしても2本2つのビルを間違うというのが大問題だと言うんです。政策の失敗でも大阪府と大阪市それぞれ大きな仕事を一元化してればビルを間違ったとしても1本で済むんです。1つで2本とも間違ってるというのはもう大阪だけのこの状況であります。こういうのを二重行政の無駄と言います。それからもう一つは二重に仕事してます。大きな仕事、これはね、まあ分かりやすい話です。大阪府と大阪市二重に大きな仕事をする。例えば鉄道を引っ張っていく、今この此花区でも、高速道路淀川左岸線という工事をしております。でこれら大きな仕事をするときは大阪府も大阪市もそれぞれ霞が関、東京、永田町と協議調整をしなければなりません。国からの補助金も取ってこなければならない。というわけで橋本平松時代は大阪府と大阪市それぞれ東京に事務所を持ってるんです。持ってたんです。東京っていうのは家賃が高いです皆さん。で僕と橋本さんになった時、東京の事務所2ついらないよね、一つにまとめようよということで東京事務所を一元化をいたしました。当たり前のことですけども家賃は半分、一つなくなって一つ同じ事務所に府の職員、市の職員入るわけです。この方が大阪府と大阪市の職員ね、同じ場所にいるから情報交換はスムーズにいきます。スムーズに情報交換がいくから、国への要望、国との意見調整もスピード感を持ってどんどん進んでまいります。今僕と吉村さんこの東京事務所1箇所でも全く問題はありません。2箇所の時よりよりスムーズです。でも平松さん橋本さんの時は事務所は2つなんです。これはなぜか、大阪市に広域と大きな仕事の権限があると市長が東京に事務所を持っておきたいって言ったら、これ東京に事務所を構えることになるんです。家賃が倍になってしまうんです。今は人間関係によって家賃は半分です。この家賃も皆さんの税金で支払いをしているんです。そして海外にも事務所はありました。大阪府と大阪市、上海に大阪府事務所、大阪市事務所2つありました。僕と橋本さんになってこの海外の事務所も一元化しました。海外の事務所というのは何の役割をしているのか、大阪の、まあ、特産品とか大阪の工業品を輸出するためにさまざまな手続きを手伝う、それから姉妹提携をしてお互いに学生を留学生の行き来をさせる、この
手伝いをする、こういうのが海外事務所の役割です。これも橋本さん、二浪松さんの時はそれぞれ別々バラバラで事務所構えるんです。家賃はかかります、2つ。これを橋本さんと僕の時代に1つにまとめました。2つを1つにまとめて、海外の事務所も1つを2つを1つにまとめて、東京の事務所も1つにすれば人の体制もぐっと絞れます。人の体制も重なってるところ、総務だ経理だなんていうのは一体でやれるんです。そういうことをすると、東京事務所の経費、海外事務所の経費を合わすと1年間で億というお金、これが経費を抑えることができるわけです。億というお金、これらが今まで二重行政でやってた時の皆さんの税金、僕は余分な使い方だと思います。一つにまとめることは一つにまとめた方が皆さんの税金余分に使うことなく抑えられるわけです。大阪府と大阪市、僕は知事もやってたし市長ですから、今大阪府と大阪市それぞれ中小企業の融資をサポートする団体を持っておりました。信用保証協会というんです。大阪市信用保証協会、大阪府信用保証協会、やってる仕事の内容は同じです。中小企業の皆さんの信用をサポートして銀行からお金を借りやすくする、仕事をやってることは一緒、どちらの組織も同じことをやってた。平松さん、橋本さんの時はそれぞれ別々です。僕と橋本さんになって同じ仕事やってるやんか、窓口一本化にした方が中小企業の皆さん、窓口一元化になった方が分かりやすいし、もうどこに行けばその融資をお願いできるのかはっきりする、その方が便利にもなるじゃないの、一つにまとめました。信用保証協会を一つにまとめるだけで経費は1年間3億浮いてまいります。これやあれやの重なってるところを今一つにまとめて、この9年間はずっと大阪府市が一体で、まあ、行政の仕事を役割をしてきたんです。それから府市が一体にすることでプラスの税金が生まれてきます。それは何か、先ほど大内議員からもありました。今大阪府ではこの8年間の間に法人税 1.7 倍になりました。大阪市でも 1.3 倍になりました。これはなぜそういう状況が生まれてきたのか、大阪で新しい商売をしよう、そして今までの商売を拡大して売り上げを伸ばそうという、そういう機運が醸成されてきたからなんです。大阪っていうのは皆さん頭の中に地図を思い浮かべてもらいたいんですけども、大阪っていうのは全国で2番目に狭いんです。本当は一番狭かったんです。あの関空埋め立てたりですね、それからこのベイエリア埋め立てたりして土地が増えました。その土地が増えた分で香川県よりちょっと大きくなったんです。それでも全国より2番目に小さいんです。大阪府、そのど真ん中が大阪市です。重なり合ってるんです、確実に。当たり前の話、皆さんは大阪市民で大阪府民なんですが、その重なってる大阪府と大阪市が大阪を経済的に成長させる戦略を、平松橋本時代まではそれぞれ別々バラバラで作ってました。戦略、重なり合った狭い大阪府エリアで戦略が2つあれば、民間の皆さん、どの方向へ向いて事業を拡大していこうか、これから大阪はどういうところに力を入れて新しいそういう産業を作っていくのか、よく分かりません。2つありますから、どっち信用してもいいか分からない。だからバラバラだから民間の皆さん、投資する先迷ってしまう。今までの事業にまたさらに投資をして拡大する先をどの分野なんで迷ってしまう。これを僕と橋本さんの時に、この大阪の経済成長のための戦略というのを一元化をいたしました。その戦略の中に2つの柱を作っております、書き入れてます。1つは観光という分野を大阪の産業の柱として、しっかりとこれを柱として成り立たせる。それからもう一つは健康というものをテーマに、人間が生まれて亡くなるまで、
これは非常に今超高齢化社会になりました。人生最後まで自立して楽しんでいける、そういう生活が送れるようなものとサービスを生み出そうという、こちらの分野、ライフサイエンスだとかウェルネス分野で新たなものとサービスを生み出していこうという柱を作りました。これはこの柱をしっかりと世界中にもう認めていただくために、万博というものを誘致もしようということで手を挙げていったわけです。万博は2018年の11月に誘致が決定をして、いよいよ2025年4月に大阪で2度目の万博が開催されることが決定をいたしております。こういう形で成長戦略を作ったことで、民間の皆さん、どの分野に商売を拡大していけばいいかはっきりいたしました。観光でいうと、もう明らかに、分かりやすくなっております。僕が知事になった時は、大阪に訪れるお客さん1年間160万人だったんです。で、2019年、去年ですね、コロナがこういう拡大する前、大阪に来ていただけるお客さんは1200万人を超えました。8倍を超えてるんです。海外のお客さん1人来ていただくと、だいたい10万円から15万円お金使ってくれるんです。ホテルに泊まる、それから食事をする、買い物をする、10万円から15万円、低い方の10万円で計算しても1200万人来ていただいたら、1年間で1兆2000億、この大阪で消費してくれてるんです。その結果、ホテルに投資しようというのが増えました。大阪というのは東京と比べてホテルが少ないというのもあったんです。ホテル作っていこうじゃないか、そういう投資が生まれました。今まで飲食店舗やってた人、これから海外のお客さんも呼び込むために、多言語でメニュー作っていこう、いろんな設備投資がスタートいたしました。その中でお客さんが増えて、売上が伸びる、売上が伸びることで利益が上がる、利益が上がるから税金を納めてくれるんです。先ほど大内さんが言ってたように、大阪府ではこれで8年間で1780億、 1.7 倍、金額にして1780億の税収が増えてます。大阪市でも 1.3 倍、380億円の税収が増えているんです。これからの時代、日本は少子高齢化社会、人口減少です。日本人が税金を増やして納めるという時代ではありません。これから日本の人口というのは減っていくわけです。そして高齢者が増えていきます。これは悪いわけじゃないんです。誰しもが毎年年を取るわけです。僕も今年56でね、あと9年すると前期高齢者の仲間入り。高齢者になると、これは誰しもがやっぱり医療福祉必要になるんです。今日本の医療費はいよいよ40兆円を超えてまいりました。これから日本は今、男性が82歳、女性87歳、これ平均寿命言われてます。これが100歳になるだろうと言われてるんです。これからやっぱり社会保障、高齢化した時に社会保障安心して受けたい、福祉も受けたい、そうなると、やはりその財源が必要なんです。日本人全体はこれ人口減少しますから、普通にやってれば税金が増えることはありません。要は日本は成長して企業が売り上げを伸ばし、そして儲けることでの法人税、これを伸ばしていく、その財源でこれからの医療福祉教育、ここを支えていこうということをやらなければ、本当にこれからね、高齢者の皆さんも安心してこれ長生きできなくなってしまいます。我々はそれを考えて、大阪もともと民の力があるんだから、だから大阪府と大阪市バラバラじゃなく一元化で明確にこの分野で伸びていこうという産業の柱を打ち立てることによって、投資を拡大させていこうという取り組みをしてきたのが2011年から今年までの9年間橋本、松井、吉村でやってきたことなんです。その結果、明らかに法人税収も伸びてきました。この状態を未来永劫バラバラにならないように制度としてもう固めましょう。二重行政、
先ほど申し上げました大きな仕事それぞれがやることで経費が2倍かかっている。二重行政っていうのは大きな仕事の権限を大阪市役所と大阪府庁2つが持つからこれが発生をするわけです。今は人のつながりで一つにまとまっている。でも人が変われば平松さん橋本さんの時は二重行政で溢れてたんです。橋本さんが平松さんに一緒に東京事務所を作ろうよと言っても平松さんはいやこれ大阪市で持っとくからほっといてって言われればどうしようもできないわけですね。こういうふうに戻らないように大きな仕事は大阪府に一元化していきましょう。権限が移るから二度と二重になることはありません。東京都のような制度です。東京都は大きな仕事は東京都庁が担っています。そして皆さんに身近な医療福祉教育この仕事は特別区役所特別区長というのは選挙で選ばれるんです。僕が今市長で持っている大きな仕事の権限を吉村さんそして身近な仕事の権限は特別区長4人の特別区長が担うことで二度と二重行政は起こらないし4人市長の身近な仕事をする権限を持つことで今よりも皆さんの身近で皆さんの声を聞きやすいニーズを吸い上げやすいそういう役所が出来上がるということです。270万市民の皆さんに寄り添う市長が1人よりは4人そういう人がいる方がよほど皆さんの声は聞きやすくなるのは当然であります。これが東京の特別区制度の役割分担この制度の役割分担を大阪に導入をして成長する大阪で稼いで特別区長は皆さんの身近で皆さんの声を聞きながら医療教育それから医療教育福祉この辺の皆さんの求めるサービスを拡充させていく方がより生活がしやすいでしょうというのが我々の考え方であります。そしてこの形を作ることでサービスが低下するというのが反対派の皆さん方の意見です。で反対派の皆さんこう言うんです。今の大阪市の特色あるサービスなくなるから皆さん本当に都構想は反対した方がいいですよこういうんです。でその時に反対派の皆さんの今の特色あるサービスって何か皆さんぜひ、ね、聞いてもらいたい。彼らの言う なくなる特色あるサービスっていうのはまず一つ中学生の子どもたちの塾代助成。今大阪市では家庭の環境の格差が学力格差にならないように中学の子どもたちやっぱり家庭環境厳しい子どもたちに月1万円塾代の助成をしております。反対の皆さんこれなくなるというんです。それからもう一つ今大阪市では幼稚園保育園3歳から教育費無償化実施をしております。これも反対の皆さんなくなるというんです。特色あるサービスなくしてどうするんだ。でもう一つ大阪市の給食です。これも今大阪市では給食無償化です。小学校中学校反対の皆さんなくなるというんです。で皆さんの高齢パス反対の皆さんはなくなるこう言うんです。皆さんまず高齢パスについて説明させてもらいます。高齢パスについては高齢者の皆さんに橋本市長時代一時期負担を上げさせていただきました。3000円いただきました。パスを取得するためになぜあの時に橋本さんが高齢者の皆さんにお願いしたか。役所にお金なかったんです。財源がなかったから3000円のご負担をお願いをいたしました。今はそのパスの3000円負担はもうやめました。なくなりました。昔の50円負担に戻っております。それはなぜできたか。吉村さんが大阪メトロを民営化をしてメトロが社内で改革をして財源を生み出したから今3000円のパス負担はもうやめにしようよということでできたんです。お金があればこれができたということです。それ以外中学校の塾代助成それから給食そして子どもたち
幼児教育の無償化、皆さん彼が亡くなるという特色あるサービスっていつから始まったんですかということです。いつからこれがスタートしたんでしょうか。すべて橋本市長からスタートしてます。橋本市長が市長になってまず最初に取り組んだのが塾代助成です。それから吉村さんが、それから給食も橋本市長がスタートさせました。最初評判悪かった橋本さんの給食、まあ、これはね宅配の弁当ですから冷たいまずい評判悪かった。で吉村市長になってなんとか温かい給食を食べさせてあげたい、自公調理方式に切り替えて温かい給食に今なってます。それから僕が市長になってこの4月からやっぱり子ども子育てっていうのは負担が大きい、それがまあ今日本の少子化にもつながってるわけです。でコロナによってやはり現役世代、今の若いお父さんお母さん雇い止めにあったりパート先からちょっと給料削られたり負担大きくなって、この4月から給食費無償化、これも実施をいたしました。何が言いたいのか、彼らが亡くなるという大阪府の大阪の特色あるサービスっていうのは全て橋本さんが市長になってからのこの9年間でこのサービスを拡充をしてきたんです。彼らが亡くなる亡くなるって言うならなぜ平松さんの時やらなかったんですか。平松さんの時に平松さんの時にそれらスタートすればよかったじゃない。なぜできなかったのか、二重行政で無駄なお金経費使ってて金がなかったからできなかったんです。我々はこの9年間橋本吉村祭りで先ほど申し上げた二重行政の無駄な経費を抑えて大阪を成長の軌道に乗せて税収を上げて財源が生み出されたからこのサービスが今実施して継続をしているわけです。皆さん政令市というそういう肩書きがあるからサービスができてるんじゃありません。皆さんに提供するサービスっていうのは財源の確保、財源があって初めてサービスっていうのは拡充をできるわけです。これらの形をもう二度と大阪府と大阪市が対立をしてそれぞれ行政の無駄遣いをする、余分な経費を使う、そういうことにならないように役割分担しましょうよ。大きな仕事、僕が今市長として持っている大きな仕事の権限、まあ、鉄道を作ったりこの、高速道路を作ったり、それから万博の企画をしたり、大きな仕事の部分を権限を吉村知事のところに渡します。そして皆さんの身近な仕事、医療福祉教育、この権限は特別区長4人が担って皆さんの身近でこれを実行していく、その方がよほど皆さんの生活環境良くなる話なんです。これをぜひ制度として二度とバラバラにならないためにはこの大阪都構想、この役割分担を明確に決める必要があります。それが大阪都構想なんです。皆さん、大阪都構想で家賃も上がりません。今反対派の皆さん必死になってデマをねばらまいてる。公営住宅の家賃が上がる、上がるはずないんです。なぜか、皆さん、市営住宅家賃は国において公営住宅法という法律で定められているんです。だから所得によって家賃が決められております。公営住宅っていうのは所得見合いで家賃が決定してますから、制度と全く関係のない話なんです。皆さん、こういうデマは5年前も飛び交っておりました。皆さん方のサービスを守るためにも大阪成長して税収を稼いで、そしてこれから高齢者の皆さんも安心してこれ老後過ごせる、そういう大阪を作りたいし、我々の次の世代、子や孫が大阪で真面目にやれば豊かになる、そういう大阪を作りたい。そのことが まさに日本のこれから、ね、継続にもつながっていきます。東京一極ではこれからの日本、非常に心もたない不安があります。東京が何らかの形で、衰退したときに、じゃあみんなが沈むのか、ダメなんです。それじゃあ
東京一極じゃなくて大阪との二極、東京と肩を並べる大都市二極の大阪、これをぜひ作っていきたい。そのためには皆さん11月1日皆さんのご支援の輪を広げていただいて、賛成という票を積み上げていただいて、大阪を二度とバラバラ対立する大阪にならない仕組み作り、ぜひ皆さんと一緒に成し遂げたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今さらっとね説明させてもらいました。わからない方ありましたらね、今質問のパネル持っている我々のスタッフいてます。で自分では喋りにくい、恥ずかしいわという方ね、ぜひ代わりにね質問をしてもらってください。はい、市長にちょっとお尋ねしますけどね、はい、今この二重行政が解消された場合ですね、この大阪都になるんですか、はい、ちょっと大阪なんと言うんですか、名前ですね、はい、今大阪府です。でこれを賛成多数になった時にもう一度名前を決めることを府民の皆さんに聞きたいと僕は思ってます。今まだ法律はありません。でもこの法律を変えてもらう、こういう形を要請を国にしていきたいと思います。で名前につきましては、今我々がなぜ大阪都と呼んでるかというと、今の特別区設置法の中に特別区を設置すると都とみなすと書いてあるんです。法律の条文で都とみなすと。で名前については僕のところにも大阪府のままでええやん、これ理解されてる方でね、役割分担は明確にすんのええけど都という名前にせんでもええやんかという声もあります。でもやっぱり大都市というイメージで都という名前にしたいというそういう声もあります。だからこれを賛成多数となった場合は次の統一地方選挙で府域全体で一度名前を、皆さん方の意見を聞いて変えるか変えないか、そこを判断をしていきたいと思ってます。ただね、皆さん1943年、東京は東京府だったんです。1943年まで東京も東京府東京市って言ったんです。であの時には戦時下ということもあって、内閣総理大臣東条英機さんが東京を一本化するんだ都にしたんです。でそこで東京都という名前になりました。あれから75年以上が経過をする中でね、今東京の都民の皆さんに名前どうですかって言ったら、都で、ね、都でいいじゃないか、これは圧倒的です。府に変えたいという人はありません。だから名前については今はその名前を名乗ってますから非常に、まあ、その名前に愛着ありますけども、まあ、その名称の話なんで、これはイメージとして変われば変わった時に次の世代がそれに慣れ親しんでいく、我々も名乗るようになれば慣れ親しんでいくんではないかなと。僕はやっぱり大都市のイメージっていうのをね、僕自身じゃなくて僕はもうまあまあもうあとこれ知事の、市長の任期終わる頃にちょうど60歳定年になるんですよ。60で僕自身はまあ現役っていうのはそろそろ終わる頃になりますんでね、まあ、次の僕の子供今まあ30なんですけどね、孫の時には、まあ、都という方がこれなかなかちょっと大都市のイメージあっていいかなと、そういうふうには僕は思ってます。これでも一度府民の皆さんに聞いてみたいと思います。もうあと2点ほどお願いしたいんですけどね、はい、この二重行政が都市構想になった場合ですね、はい、その分だけの税収が今までの二重行政の部分がなくなるということですからね、はい、その分の余ったお金はですね、市民税が少し安くなるというようなことはないんですか。皆さん、これちょっと財政シミュレーションなんですけどね、これ法廷協議会で議論してきた財政シミュレーションの図です。で今おっしゃるように都構想で、まあ、うまく、これが今の大阪市の財政シミュレーションを横置きしながら、まあ、ある前提条件をもとにした予想図なんですよ。でこれから、まあ、そういう形でね税収上がってきたら市民税下げたい、まあ、そういうこともあるでしょうけども、僕はやはりこれからはね福祉、これにお金がすごくかかってきます。やはり今先ほど申し上げました、医療費、
これ医療費というのは皆さんが自己負担していただいているのは3分の1なんです。であとは保険料と税金なんです。この医療費だけでも40兆円を今やはり超えてきた。でこれはやはり高齢化社会になっていくと、これはもう必要な経費なんですね。でこれをしっかりと支えるためにやはり財源というものを確保しなければならない。やっぱり一挙にこれはっきり申し上げて市民税を下げるという余裕はこれからの日本にはなかなかないと思います。というのも万博の頃、1970年万博の頃、お父さん現役の頃ですよね、その時はね高齢化率大阪 7% だったんです。要は100人のうち7人が65歳以上だったんです。当時今どうなってるか 28% です。100人のうち28人が高齢者と言われるところになってます。あと20年しますと、もちろん僕もそこに入ります、20年しますとこれが 40% となると言われてます。で寿命がどんどん伸びてます。万博の時の平均寿命って70歳だったんです。それからどんどん伸びてきて今女性が87歳、男性82歳、だいたい70歳を超えたあたりからなんやかんややっぱりね膝が痛い、ね、それからちょっと腰が痛い、それから何らか内臓疾患が出てきた。やっぱり70を超えてくるぐらいからやっぱり医療福祉が必要になるんですよね。やっぱりその時代に安心してやっぱ保障、社会保障が受けられる、まあ、それを作り上げなければならないな。これから日本は100歳になると言われてます。100歳、寿命そうなってくるとやはり100までなんとか、安心して生きて生活できる、そのための社会保障医療というのはこれはやっぱり税金投入してでもやらなければならないのかなというふうに考えてますから、一挙に今市長おっしゃるようにですね、はい、市民税はそういうふうに医療とかいろいろこの高齢化になっていきますから、そのような方に使わないかんということで市民税が下がるということはまあ難しいと。だからできるだけね、まあ、上げないようにしていきたいと、まあ、そのようにおっしゃってますけどね、はい、まあ、それで納得いたしました、はい、でもう一点はですね、はい、私はマンションを買ったんですけどね、はい、もう23年前と今と固定資産税が一つも下がらんのか、どういうわけでしょうか、はい、マンションの固定資産税というのはマンションの評価において計算方法がありますんで、でお父さん、いいです、いいです。マンションの固定資産税というのは、評価額によって毎年、見直してます。3年一度でしたかね、固定資産税見直していってるんです。だから、そのマンションの、まあ、今の建物が老朽化して下がる部分と、やっぱり土地の値打ちが上がってる部分と、そういうのをグロスで評価をしておりますんで、一方的に下がるということだけではありません。誰が決めてますの？これは、まあ、最終的には市長である僕です。役所 の、まあ、税務当局が評価をしております。まあ、聞いていい？ちょっと待ってくださいね。他に質問したい方あります？小川さん、すいませんね、固定資産税というのは役所の税務当局が計算をしております。お父さん、まだなかったら最後もう一回質問してもらいます。今こちらにいらっしゃいますんで。お父さん、すいません、あと最後もう一回聞いてもらえますか。すいません。はい、どうぞ。子育て世帯のお母さん、はい、知り合いで前の区割りの時は好きな区と一緒やったから反省やったんやけど、今回嫌いなとこやから反対するっていうような意見が結構ネットとかでもあって、そういう人にどう説明したらいいでしょうか？それね、もうこの大阪市って見れば一つなんですよ今。でどこの区が好きとか嫌いとかね、壁作るわけじゃないんで、検問作るわけじゃないんですよ。
区割りだけですから、役所の役割を持つエリアを分けてるだけなんで、その区割りで好き嫌いというのは、ちょっとこれはもう全く、今回の制度論とはリンクしない、違う話だと思います。これ前回の時もあったんですよ。例えばこの大阪の場合はね、西成、これネガティブなイメージある、一緒になるの嫌だ、今一緒じゃないですか、大阪市で。そもそも今まで西成問題をほったらかしてきたことが一番悪かったんですよね。でこの西成問題ね、今西成はね、皆さんこれはね、非常に一番成長のスポットですよ。もし西成でそういう資産持ちの方は間違いなく今上がってます。それは何か、西成新今宮の周辺、これから何は筋線が10年後できたら、あそこが起点ですから、西成の新今宮で、西成の新今宮周辺、当時はまあちょっと押し国債とかいろんな話あった。僕が市長になって、橋本吉村祭りで徹底的に街づくりやり替えてきてます。労働センターの建て替えも決まりましてね、にぎわいの拠点となってきた、あの星野リゾートができるんですよ、西成に。だから西成っていうのはこれからね、すごく成長する、そういうホットスポットに僕はなると、こういうふうに思っております。ありがとうございました。ぜひ今も一緒や言うてください。はい、どうですか、ご意見ある方、ぜひ質問疑問ある方はせっかくですから聞いてくださいね。反対の皆さんはね、分からなければ反対しようって無責任なこと言いますんで、僕は政治家として分からなければ説明をさせてもらいたいと、こう思ってます。はい、お父さんどうぞ。皆さん、せっかくの機会です。もう分かった上で僕は賛成してもらいたいんですよ。すみません。はい。いやいや、もうせっかくですから、何でも聞いてください。もう一点、これはもう変な話ですけどね。はい。この神戸市がですね。はい。結局まあ市長とそれからまあ市議会議長が車をですね、センチュリーに変えましたわな、2000万という。あんな普通の今まで高級車に乗ってますやんか。それからね、向こうの市長の言い草がですな、私偉いんやからね、この車に乗ったらなんでわかんねえって、こういうテレビでやってました。偉いとかね、この偉くないというのはね、国会議員でもそうですわ。ね、あれが全部市民が選んだ人間です。その選ぶ人間は確かに我々ですけどね、人間はね、その人間の助かる医療をした人とか、世の中に貢献した人が偉いんですわ。何にもあんな普通の人間でしたからな。だからまあ大阪市としてもね、これからですな、市長や、ね、市長はですな、なんですか、あのようなことをやるようなことはありまへんやろな。もちろん。ね、やっぱり神戸、それから兵庫県、大きな選挙になればなるほどね、なかなかね、一般の人のその草の根運動でね、市長が変わるとか知事変わるっていうのは非常に難しい。これ本当大阪でね、僕が知事やったり市長やったり、これはね、本当に市民の皆さんの草の根運動盛り上がったからこれやれてるんですよね。で、まさにね、大阪市長もこれは平松さんじゃない、磯村さん時代センチュリーですよ。大阪府知事も横山の奥さんセンチュリーです。センチュリー、大阪府議会の議長もそうです。皆さん知らなかったでしょ、これ知らなかったでしょ。役所が遠すぎるんです。近かったら、例えば小さな市やったら市長の車なんか分かりますよ、すぐ。小さな市やったら、それはね、小さな20万人ぐらいの市でね、市長がわーっとこう役所行ってたらね、みんな見てますよ。小さな市ほどね、それはセンチュリーはよう乗りません。住民の目があるから。でもね、大きな政令市、都道府県になるとね、皆さんと会うこともないんです、知事や市長が。だから皆さん見えないから、
何乗っとるかも分かりません。まあ、それごとにこれまで大阪市でもセンチュリーがありました。でこれはあの大阪府でもありました。でも今はもうそんなのやめてます。僕はあのリースの、ワンボックスカー、まあ、それでも十分ね乗らせてもらってますよ。あのアルファードっていうのね、月6万円ぐらい皆さんの税金で支払ってあのいただいております。だからねやっぱり基礎自治体特にね見えるか皆さん自身がおかしいと思えるようなその規模の方がね、いいんですよ、だからまあセンチュリーはねこれはまあ兵庫県民がまた判断されることですけど我々はちょっとやりすぎ乗りたかったら自分で乗ったらいいのになと思いますね、うん、その通りです。だから兵庫県民がこれ今度判断する話だというふうに思います。他ないでしょうか皆さん。せっかくです。大体分かってもらいましたかね皆さん。ちょっと分かって大体分かったよという人はちょっと手を挙げていただいて、分からんという人分かっていただいてありがとうございます。分からんという方、質問という方お願いします。はいはい、質問、はい、はい、すみません、はい、質問、ですけども、基礎的部門と広域部門があって広域部門については2000億円、はい、府の方に移管されると、はい、いうことなんですけどね、はい、我々の手から離れるってどうやってチェックするのか、はい、その辺ちょっと心配なんですけども。はい、わかりました。あのちょっと財政シミュレーションの図を持って説明をいたします。先ほど申し上げました大きな仕事を大阪府が今度は仕事をすることになります。例えば鉄道高速道路で今例えば浪速筋線それから淀川左岸線という高速道路今スタートしてます。スタートでこの仕事をする財源として今大阪府はいくら負担、大阪市がいくら負担、もうすべて負担割合も決定して事業が進んでおります。それが大きな仕事の部分で、その大きな仕事の部分を皆さん方の税金を一旦大阪府が徴収はいたします。ただしその皆さんの税金はこの特別会計という特別会計、今の大阪府が持っている一般会計の財布ではありません。僕が知事の時に一般会計という広く府民から集めてきたそのお財布じゃなくて新しく特別な会計でこちらに一旦は納めさせてもらいます。そしてその中から大きな仕事の部分これですね、これ大阪府に配分される財源、これが1000億、400億、トータルで2000億になります。この2000億っていうのは、仕事が大阪府に移った分です。先ほど申し上げました。例えば淀川左岸線の工事をするお金、今の時点で大阪府と大阪市はいくら負担するか決めてます。今度は大阪府がその仕事をしていきますから。人も大阪市の職員から大阪府の職員に移りますから、それはもうはっきり数字で出てます。その数字に見合う427の仕事あるんです。事務が427の、その427の今大阪市役所でやってる仕事が大阪府庁に移る分を、これをきちっとあの計算すると2000億になるということです。で、この事務が減った場合は移る金額が減ります。これを 毎年決算、予算決算あって使ったお金で毎年これを検証していきます。今年従来本来大阪市の仕事が大阪府にどれだけ移ったんやと、それはなんぼかかったんやと、毎年使ったお金が出ます。そのお金を毎年きちっと計算して検証して大阪府に
移るわけですから、皆さん方の納めていただいている今の大阪市内で使われているお金が大阪市以外のエリアに使われることはありません。ここでちゃんと別会計で財布、別の財布で、管理をさせてもらいます。これはもうご心配はいらない。それともう一つは、大阪府知事は皆さんも選んでいただいてるんでね、僕も大阪府知事の時皆さんに選挙で選んでいただきました。吉村さんもそう。大阪府知事は敵ではないんで、大阪市民に不利益になるようなことはやりません。これ僕や吉村さんが大阪市民に不利益なことやったじゃないか、あれば言ってもらいたい。一切同じ形、大阪の全体を満たす適材適所、最適化の中で仕事させてきていただいてますんで、吉村知事はそういう形で大阪市民の敵ではないんで、まあ、財源については仕事見合いでやるとはっきり書いてますんで、これはご心配がいりませんよということであります。大体分かってもらいましたか。ありがとうございます。ないですか。ございませんか。ありがとうございました。ありがとうございます。もし後でね、またちょっとわからないことあったということがあれば、あの維新の市会議員、府会議員、僕と同じようにもう10年やってきてるんで説明できますから、皆さんぜひね、その町のあちらこちらで今街頭で説明会やってますんで、捕まえていただいてね、あんたこれどうなってんの、反対のビラ持ってきていただいてね、これどうやと、こんなのか、ほんまにこんなんかと、みんな聞いてください。で、皆さん理解していただいた上で、新しい大阪の形を子や孫に引き継いでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様本当に長時間にわたりましてご清聴いただきましたこと、厚く厚くお礼申し上げます。